の嵐手のひらのしびれは駆けき女の証咲き誇るはバラの赤と舞い散るのは椿の白女だもの宿女だもの私は戦う女だもの宿女だもの どうも、ソガです。今回はこちら、バラと椿、お豪華絢爛版、やっていこうと思います。こちらはですね、以前、同じニゴロさんが作成していた、ラムラーナシリーズをやっていた際に、視聴者の方からおすすめいただいたタイトルの、プレイ動画となります。その説はおすすめいただき、ありがとうございましたっていうかさ、もう、多分めちゃくちゃバカゲーよね。おびんたバトルゲームです。で、一応ちょっともう設定で音量は設定します。で、ここにね、もうあるんですよ、これ。コラボシナリオ、ラムラーナ編を解放するってあるんですけど、せっかくなんで、今回は普通にこのおシナリオをやって、で、全部クリアした上でラムラーナの、シナリオ解放っていう感じでやっていこうかなと思います。では、早速行きましょう。おシナリオその1、伝説のバラの嫁、女の戦いを始める。この人が主人公？ようこそ。おびんたの前。え？私、椿浩二家の宿女妖精を担わせていただいています。オチュートリエと申します。めっちゃ声優さん使っとるな。普通にめっちゃ喋るけびっくりしたやん。今回のおシリーズでは声優様方の軽快かつ軽妙な会話に何の配慮もなく動画主がおしゃべりしています。おシナリオだけに集中したいという紳士淑女の皆様は購入をご検討ください。あなた様にはこれより椿浩二家にふさわしい淑女となっていただくためおびんたの訓練をしていただきます、はあ、おびんたは家族の女性がお相手を許せない時にだけ許される由緒正しき教義でございます。そうなんすか？ほんまに？おびんたは一発ずつ交互に行うのが作法。ああ、なんかそれは見ました。なんか一回しか、その一ターンに一発だけなんやけど、回避はなんか何回でもできるらしいですね。ヘナチョコビンタでも一発です。はい。頑張ります。椿浩二家の名に恥じぬよう。いや、かっこよ。やってみましょうか。はい。頭に何乗せてんの？何を？あ、A を押して構え。オビンタして。え、いいんすか？ナイスオビンタ。やば。何ですか？そのヘナチョコオビンタ。ごめんなさい。あ、いいわ。ちょっと。その調子ですわ。何ですか？そのヘナチョコオビンタは。すみません。いや、普通にって、あ、頭に豆腐乗せてんの？どういうつもりこの人。やばいわ。もう早速ちょっとニゴロワールド始まっとる。オビンタのやり方は覚えられましたね。はい、覚えました。集中しているお相手にはうまくかわされるかもしれません。はい。お相手の隙をついたり、オフェイントなどで隙を作ったりすれば。強いお相手でも戦えますでしょう。をつけるやつとつけんやつのちょっと違いが今だ分かってないんやけど。っていうかさ、お次はさ、いや、お相手のオビンタの番です。相手のオビンタの番。左上のメーターが椿の時はお相手の番です。あ、そうなん。あなた様はオビンタに耐えるか避けるしかありません。耐えるか避けるか、避けるしかないやろ。どうしたらいいや。お相手がオビンタしてくる。いや、これ椿かバラかって後ろに下がっ、鼻の色後ろに下がってか、何、手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらん。え、何これ、ほんまに体動かすん？うん、あ、え、避けたくないのです。すいません。いいわ、危ない。この調子ですわ。むずこれ。うん、オッケーオッケー。むず。まあでもバラは赤やけん、まあなんとかなるけど、もゲージが赤やけん、なんか混乱しそうやな、これ。左上のゲージ。簡単ではございますが。簡単じゃない。これだけです。あ、そうなんですか。どうぞ素敵なおビンタ生活をお過ごしくださいませ。何て言うか、 A ボタンを押しながら振ったらビンタして、 R を押しながら後ろに引いたら避けるんや。必要になればもっと高度な技もお教えいたしますわ。大丈夫かな。その気が終わりならこのおビンタの場にいらしてくださいませ。はい、いつでもお待ちしていますわ。わかりました、とりえさん。っていうか、ムーミンの中にさ、
ビンタじゃなくて張り手ショール、なんかおばあさんおらんかった、メイドの。伝説のバラの嫁。いやかっこよ。タイトルコールかっこよ。シュ私の大好きなバラを差し出し、は静かに息を引き取りました。シュウスケさん誰？その日以降、椿浩二家の人々の私への態度がガラリと変わったような気がしました。はあ、今まではシュウスケさんがこんな庶民の生まれの私をかばってくれていたのでしょう。はあ、でも私は負けません。俊介さんのくれたバラがあれば私はきっと強くなれる。何、椿はあれ、なんかこうシンデレラ的なやつ、これ絶対もうあれやん、意地悪なあのママ母やん。何よその目は。いくら由緒正しき椿浩二家に嫁いできたと言っても所詮は下民の女ね。サオリ、礼儀も何もあったものじゃないわ。はあ、何この子かませかな。私とは違うのです。チュートリアルビンタ。私は椿浩二家長男の妻レイコです。あれ、レイコ、この家は私が継ぐのです。え、この人の名前のです。レイコ、庶民の女は打たれ強くてよ。何この寸劇は。始まるんか、とうとう始まるんか、バトルが。あ、始まる、女たちの戦いが。俺のほら、あ、ちょっと待って、いつ、あれ、おお、行ったぞ、オラよ。これ楽しいぞ。あ、顔がちょっと変わった。なんか後がいって、うわ、じゃ、あばっち。あれ、オラよ。え、なに。おお、すご。オラ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 。え、大丈夫、なんきょる。いった、なんでや。オラよ。あ、ギリ残っとったんや。庶民の女の力ですわ。おお、いや、ちょやばい、普通に往復便って楽しかったな。いや、ていうか、習ってもないこと急にやらせんな。どうしてくれようかしら。顔大丈夫か、話出とるし。二度と、あ、しかもハンカチ観音ちゃうね、手袋観音やな。レイコも結構気強いな。何事です。あ、誰か来た。な、次の敵や。この女が私を、どういうつもりか。沙織の次、静かか。哀れと思うからこそ椿浩二家に置いてあげている恩をお忘れかしら。はあ、私は椿浩二家長男俊介の妻です。この家すべての相続権は私にあるはずです。はあ、なくても力ずくで椿浩二家を私のものにしてみせる。いや、レイコ普通に強いな。少々ですわ。下民らしい卑しい野心ですのね。この家を継ぐのは長女の私の夫です。椿浩二家にふさわしい高貴な生まれのね。なるほど。下品な女は出て行きなさい。なんか会話、綺麗な言葉ばっか使えるけど、普通に低レベルな。あ、俺か。オラよ。待ってくれ。オラ。うふん。オラよ。よし、オッケー、おりゃ。おらよ、なんか、ツバ吐いてない？おら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 、これ首いっとる、首いっとる、やばいやばいやば。いって、ちょっと早いんやな。大丈夫か。あ、まだいける、こいつ。静か、なんでじゃ。静か、これ終わりじゃ。はん。なんでじゃ。おし、あれ、静か固くない？もう顔ボロボロやで。いたんち。大丈夫か、静か。おっしゃ。いやいや、ボロ。これが庶民の女の力ですわ。腕痛え。でもあれやな、レイコずっと顔綺麗なまんまやな。椿家の娘たちは私にひれ伏しました。はあ。あ、じゃあ次あれか、お母様か。物の数ではないわ。これは女の戦いなのよ。その通りでございます。家政婦の私も見ておりました。レイコ様ならばこの椿浩二家をその手にできるやもしれない。いや、キャラ濃い濃い。しながら三田さん、あ、三田ってことね。奥様に挑むにはまだ時期早々かと。
はあ、奥様の花江様は波の強さではございません。あ、じゃあ三田さんが試してやろうと。家族を超えた力をお使いになる。どういうこと、家族を超えた力って。何がおっしゃりたいの。この私めがお相手をしますと申し上げているのです。はあ、私ごときに勝てぬようでは奥様を倒すなど夢のまた夢。てかもう服パツパツやないか。やりますよ三田さん。三田さん、これ絶対あれやな、一番最初に苦戦する最初の強敵な気がする。いや、ほらどうすこいショール。よし、いや首。一旦ちょっと早いんやない、受けるんか。えっ、あの往復便がチャンス急に来るけん、びっくりするわ。おら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 、あー疲れた。いた、ちょっと早いんやな、やっぱおりゃよ。いや顔がなんか、三田さん顔がどんどんやばくなっていっきょる。ちょっと申し訳なさい。こうふう、あ、ちょっと今あんまり嬉しくないサービス。うわ、いやマジかよ。どうかしら、庶民の。あぶね。うわー、いえ、ワーム、ドロワーが、ドロワーが丸見え。三田さんサービス精神旺盛やな。あんまり嬉しくない。素晴らしい、素晴らしい力です。激しいよ。レイコ様ならば、きっと椿小路家を変えてくださるに違いない。はい。いかがです、奥さん。奥様見よったん。てか首血管浮いてる。レイコさん。あなたの力見せてもらいました。はい、本気でこの椿小路家を手に入れようというのですね。ええ、そうです。下民の女は打たれ強いのです。それ君のあれな、決め台詞。痛みは決して忘れぬのです。はあ、この家いただきます。その受けた痛みを私たちにも味わいというのですね、花江さん。ではあなたには椿小路家の真の力を味わっていただきます。めちゃ強そうやん。え、この花江さんもボロボロになるん、さっきみたいに。うわ、絶対強いと思う。てか俺そろそろ避けれるようにならんとまずい。あれ、かわいい、なんかちょっと時代を感じるよ。え、ちょっと待って。いや、ちょっとなんかランマみたいな。オッケー、おりゃ、あの目が光った瞬間ね。オーブだ。俺俺俺俺、いやいやいや、なんか密かみたいな。あ、ナッキョルかわいそう、ちょっと。え、いやん、なんじゃそれ。あ、消防パンチになってしまった。痛っす。ふん。これあれか、しっかり振らんとマジで。オッケー、おりゃ。なきょるなきょる、もう目がどんどんうるうるしょる。お、おだよね。あ、ペチってなった。あ、よっしゃ、おりゃ、危ない。そんな、あ、じゃん、いたし。難しい花や。あ、体力が大してなかった。いや、三田さんの体力やばかったな。見事です。首いってもうとるやん、大丈夫か。でも負けても顔美しいままやな。俊介さんのものです。依存はありませんね。これ俊介さん後で実は生きてましたとかないやろうな。それは叶わぬことです。まだ私をお認めにならないと。いや、まだ他にもおるんじゃない、第二第三の花屋が。私たちにはそれを決められないのです。はあ、それが椿小路家の古くからのしきたりなのです。どういうこっちゃ。それは一体どういうことです。遥か昔、え、なんかもう人じゃないものが多いけど、椿王奥様の闇の力に支配されているのです。そうなん。四階の赤ずの急にスケールでかいな。今も昔、4階の赤ずの間って結構近いやんか。スケールでかいけどフィールド狭い。レイコさんなら王奥様を倒せるかもしれない。何、大奥様を倒してほしいん。
椿浩二家の皆は。わかりました。そして私が椿浩二家の王様となるんです。いや、レイコ陣の背高すぎるというか野心がすごい。あなたこそ伝説のバラの嫁なのかも。あ、でも花江は多少認めてくれとったんかな、レイコのこと。あの娘たちはもう普通に嫌ってそうだったけど。何、名探偵コナンの CM 入るみたいな。あ、何も変わらん、もしかして押す。あ、はい。やべ、これ、何、もう出てきたん。おい、ちょ、危な、すげえ言ったら、何、ちょっと、それ何、亀かよ。ちょっと手を見ようろ、手を。 OK、 分かってきたぞ。いや、ただ花絵はマジで難しかった。来い、おら、鼻血で出てきた。っていうか、なんか化粧がひび入ってない。おらおらおら、やばいやばいやばい。おい、いった。これなんやねん、こいつ何者、マジで。間違いなくこれ最後化粧割れるやろ。オッケー。っていうか、もう叫び声が化け物なんやな。すごいジブリに出てきそうな。痛い、キバいな、だいぶ。あ、なんかやばくなってきたよ、顔が。いって、これ今もダメか。なんかおかしくなっとる。うっ、おろろろ。てか2号はほんまこういうキャラクター好きよな、このわけのわからん。おらよ、勝てたわ。いや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 、顔、戦いを終えて、はい。てかすいませんね、めっちゃ喋れるよな。あの猫おる。そして2号名物の変な猫。そして私は、あ、これ俺がまた押して進むやつ。おお、ああ、いやいや、ちょっと嫌そうやな、沙織。納得いってなさそう。いや、ちょっと待って、闇の力のやつはどこに行ったんや。え、あれは何だ、もう人間じゃなかった、もしかして。大奥、え、てか何これ、スタッフロール、もしかして。制作2号。すごい短いスタッフロールだったな。え、何、復讐の白い椿、新しいおシナリオが解放されましたわ。あ、じゃあこれあれか、シナリオごとに主人公変わるんか。なるほどね、わかりました。はい、じゃあとりあえずなんか勢いのままやっていきましたけど、まあ、次回はじゃあおシナリオその2をやっていきますかね。はい、シナリオいくつまであるんやろうな。なんか最初のオープニングムービーで結構敵おる感じやったけど、5シナリオぐらいはあるんかな。まあとりあえず、はい、今回はここまでとします。お疲れ様でした。